酒飲みの危険な兆候っていう動画をね、出したことがあるんですけど、まあ、そこに、コメントが Y さんという方が、私もアルコール問題で苦しんだ58歳の男性ですと、アルコールの危険な兆候に、下記の3つを挙げさせてくださいと、まあ、飲酒時の記憶をなくすことが増えると、まあ、ぶっ飛ぶまで飲んじゃうっていうことですよね。はい、そうですね。私もね、まあ、家で飲んでて記憶をなくすことっていうのはあまりないんですけど、まあ、外に飲み行ったりすると、そうですね、本当にお酒やめる前とか、特に40過ぎて以降っていうのは、ね、まあ、頻繁にありましたね。だから意識してたのは、まあ、自分地方に住んでるんで、車でね、間違っても車で行かないようにしてたんですよ。で、最後記憶が飛ぶのような気がしていたんで、その飲み行く時にね、車で行かないようにはしてました。はい、最悪でもその記憶なくなっても、まあ、タクシーなりね、何なりで帰ってこれるようにっていうことでね、これは本当に危険ですよね。で、飲み行くと、だから最初の1軒目とかは覚えてるんですけど、2軒目ぐらいまでまだ覚えてるかな。で、3軒目4軒目っていうのはね、もうほとんどね覚えてないんですよね。だから本当に危険だなと思って、だからね、最初の居酒屋の1軒目ぐらいでお開きになればいいんですけども、やっぱりこうね、酒好きな同士が集まっちゃうと、もう2軒目が3軒目になって4軒目になってっていう、はい、もう最後記憶ないみたいなね、ことがよくありましたね。まあ、飲酒時の記憶をなくすことが増えるっていうの、まあ、これ結構多いんじゃないですかね。だから非常に危険ですよね。まあ、年末なんかね、こう飲酒に伴う事故なんかも多いですからね、本当に危険だと思います。はい、周りから飲酒に同席することが敬遠されていると感じるようになると、2つ目なんですけどね、まあ、酒に誘われなくなるってことですね。はい、なんとなくこう酒癖が悪いっていうイメージがね、はい、つくってことなんでしょうけどもね。はい、激しい二日酔いや三日酔いが起きると。使いよい、そうですね、飲む量が増えるからなのか、だんだんその酒に弱くなるってことはないと思うんですけども、明らかに飲む量がだんだん増えてきて、二日酔いの状態が普通になるっていうことでしょうね。ひどい人だと本当にね、三日酔いとかありますね。はい、三日酔いもよく、自分も三日酔いかなっていうのは結構ありましたね。だから飲んだ次の日の夜ですよね、次の日の夜ぐらいになって頭痛くなるっていうのはね、だいたい三日酔いに入ってくるんじゃないかなと。で、この二日酔いとか三日酔いの話で、なんとなく今にして思うと、もちろんね、さっきのそのガンマの話とか肝臓の数値の話とかもあったんですけど、やっぱり酒が一番人体のどこに影響を及ぼすかというと、まあ、僕は個人的に思うのは、やっぱ頭なんじゃないかなと。頭がね、相当いっちゃうんじゃないかなっていうふうに、思いますね。酒やめて思うのはね、まあ、アルコールは百害あって一利なしですと。反対に、断酒は百利あって一害なしですという言葉をいただきました。はい、適量飲酒に留めてる分にはいいんでしょうけれども、まあね、禁酒しなきゃなんないとか断酒しなきゃなんないとか、まあ、相当な量のお酒を長年飲んでた方っていうのは、多分確実にこう脳に悪影響出るんじゃないかなと思いますよね。僕もそうですけどね。はい、